欧州理事会。欧州理事会は欧州連合加盟国の国家元首、または政府の長と欧州理事会議長、欧州委員会委員長で構成される欧州連合条約に定められている機関。会合には欧州連合外務安全保障政策上級代表も出席し、欧州理事会議長が議事進行を行う。 この議長には2014年12月1日から2019年11月30日までドナルド・トゥスクがついている。立法権は与えられていないものの欧州理事会は重要な問題を扱う機関であり、またその決定は欧州連合の一般的な政治指針を定める推進力となる。欧州理事会は 半年間に少なくとも2回の会合を通常はブリュッセルにある欧州連合理事会の本拠となっているユストスリプシウスで開いている。欧州理事会の前身の会合は1961年2月にパリ、同年7月にボンで開かれた。これらは欧州諸共同体加盟国の指導者による非公式会合であったが統合プロセスに関する共同体の運営が 超国家主義的あることに対して、フランス大統領、シャルル・ド・ゴールが不満を持っていたことにより行われたものであった。その後も不定期に首脳会合は開かれてきたが、1969年に重大な首脳会議が開かれた。この年にハーグで開かれた首脳会議では、イギリスの共同体への加盟が合意され、また、経済分野以外にも欧州政治協力の枠組みで、 外交政策での協力が決まった。このような首脳会議が定例化したのは1974年から1988年の間のことである。1974年12月にパリで開かれた首脳会議におけるフランス大統領バレリー・ズスカールデスタンの提案を受けて空席危機や経済問題に対処するためにより政府間主義的で政治の意思を反映させる。 必要があるという認識がまとまった。この定例化することとなった理事会の初会合が1975年11月3日にダブリンにおいて議長国アイルランドの下で開かれた。1987年欧州理事会は単一欧州議定書によって基本条約に規定され欧州連合条約においてその役割が定められた。 欧州理事会の会合は2002年から原則としてブルッセルで行うこととされている。欧州理事会の会合では以下のような欧州連合の歴史における転換点となったものがある。欧州理事会自体はリスボン条約の発行によって欧州連合の機関としての地位を得る以前から存在していた。リスボン条約の第二条において従来の欧州共同体設立条約にあった。 国家元首、または、正の長で構成される会議という条文中の文言を欧州理事会に置き換えることが規定されている。リスボン条約によって欧州理事会は欧州連合理事会とは違う機関として正式に規定され、また常任の議長を設置することも謳われた。リスボン条約発行以前は欧州理事会の議長は、 欧州連合理事会議長国の首脳が輪番制で務めてきた。輪番制とする欧州連合理事会の議長国の制度はリスボン条約発行後も残されていたが、欧州理事会では権限については変わらないものの、国内で政治の役職についていない人物を2年半の議長職に任命することとなった。欧州理事会は基本条約で定められた欧州連合の機関であり、 リスボン条約によって修正された欧州連合条約第15条では、連合の発展のために必要な推進力を連合に与える機関と謳われている。原則として欧州理事会は欧州連合の政策指針を決め、またそのことから欧州統合の原動力と位置づけられている。欧州理事会は法的な権限を有していないが、加盟国の指導者によって構成される。 影響力でもって活動している。推進力を与えることの他にも、欧州理事会はその役割を広げており、会の機関における議論で未解決となっている意の決着、いわば集団的な国家元首のような役割における対外的な活動、重要文書の正式批准、基本条約の修正協議への関与といったものにも加わっている。各国の指導者によって構成されていることから、 欧州理事会は加盟国の行政権をも伴っており、条約に規定されている以外の分野においても、例えば外交政策に関して大きな影響力を持っている。また、欧州理事会議長や欧州委員会委員長、外務、安全保障政策上級代表の指名、警察、司法分野での立案、欧州委員会の構成、林番正義彫刻関連、 加盟資格の停止、評決制度の変更などでも決定権を有している。そして欧州理事会には立法権が与えられていないにもかかわらず、緊急停止の手続きによって加盟国は欧州連合理事会で意見の分かれている法案を欧州理事会に持ち込むことができる。欧州理事会は加盟国の国家元首、または政府首脳と欧州理事会議長、欧州委員会委員長、 ただし氷結には加わらないで構成される。欧州理事会の会合には、通常、各国の外相も出席し、また、欧州委員会委員長にもこれと同様に、欧州委員会の委員も同伴することがある。会合は必要に応じて、フランスの首相といった国内における指導的立場に、ある人物も出席することができる。また欧州連合理事会事務総長も、代表として出席する。 欧州議会議長も出席し、会議の冒頭で欧州議会の立場を述べている。加えて、協議には多くの人員が作業面で関わっている。しかしながら欧州理事会の会議室には、1カ国あたり2人の代表団の関係者がメッセージを伝える場合を除いては、立ち入りが禁止されている。 また首脳らはボタンを押して隣室に控える常設代表に助言を求めることができる。さらにそれぞれの首脳が母語でのやり取りを可能にするために会議には通訳が必要である。欧州理事会はその構成が厳密に規定されていないため行政権が多岐に分かれているような加盟国では誰が会合に出席するのかということが問題になることがある。アレクサンデル・ストゥブは 欧州議会議員であった頃に、フィンランドの場合には、ヨーロッパ外交政策を担っていた首相が、欧州理事会の会合に出席すればよく、大統領は出席する必要はないと主張したことがある。2008年に、ストブは外相に就任したが、その年に開かれた南オセチア紛争に関する、緊急欧州理事会の会合では、大統領が首相に同伴して出席することを求めたため、 各国から2名ずつしか出席できない取り決めがあったことを受けてストゥブは会合に出ることができなかった。この時ストゥブは欧州安全保障協力機構議長を務めており南オセチア紛争問題に深く関わっていた。ポーランドについても大統領とポーランドの首相が異なる政党に所属しており南オセチア問題に違う態度を持っていたことも問題となった。 欧州理事会議長は任期が2年半で一度に限り再任が認められている。2014年12月1日からはドナルド・トゥスクが務めている。議長は国家元首と同等のものでは決してなく、単に欧州理事会構成員の同輩中の主席というものに過ぎない。議長は主に欧州理事会の会合を準備、進行することが役割となっており、 政策執行権を持つものではない。また議長は欧州理事会と欧州連合の対外的な代表を務め、その任期の冒頭と満了時のほか、欧州理事会の会合後に欧州議会に経過を報告することとなっている。常任の欧州理事会議長の役職はリスボン条約によって設置された。リスボン条約以前は議長は欧州連合理事会議長国の首脳が輪番制で、 努めてきた常任の欧州理事会議長が不在である場合には、欧州連合理事会議長国の首脳が欧州理事会の議長を務めることとなっている。欧州理事会を構成する加盟国の首脳らはそのほとんどが国内の政党に所属しており、それらの政党は欧州規模の政党に参加している。しかしながら欧州理事会は政党ではなく、 加盟国を代表するために構成されるものであり、欧州理事会の決定も加盟国の利益を優先するものとなっている。以下の表は、所属政党別の首脳の人数を示したものである。欧州理事会の会合は1年に4度、ブリュッセルにおいて2日にわたって行われる。2002年まで、欧州理事会の会合の開催地は、議長国で行われてきた。ところが、ニース条約、 第22不対戦言書で、ある国が議長国を務めている期間中の欧州理事会の会合のうち1回は、ブリュッセルで開くこととする。欧州連合の加盟国が18以上となった場合には、欧州理事会の会合は全てブリュッセルで開くことと、すると定められた。このため2002年から2004年の間、欧州理事会の会合の半数は、ブリュッセルで開かれ、 2004年の拡大以降はすべてブリュッセルで開かれるようになった。欧州理事会は欧州連合理事会が入るユストス・リプシウスビルを使用している。ただし欧州理事会の否定例の会合が行われた時にはブリュッセルではなく議長国で行われることもあった。欧州理事会は欧州連合理事会と共にユストス・リプシウスに隣接するレジダンスパレスに移転することになっている。 会合を一箇所で開くことになった背景には様々なものがある。これには反対運動に対するベルギー警察の対応の経験があることや、ブルッセルに適切な施設があること、ジャーナリストへの対応に便利であることが挙げられる。また、開催地を固定することで、特に欧州連合の拡大を考えると、欧州理事会が各国の国内事情に影響を受けずに、 欧州連合の運営機関とし、政策課題に集中することができるということが期待されている。2007年にリスボン条約をリスボンで署名することに関して、欧州理事会の開催地について考慮することとなった。ベルギー政府は前例を作りたくないとして、実際の会合は通常通りブリュッセルで行うことを主張した。つまり、条約署名、記念撮影、晩餐会は、 リスボンで行い、実務的な会合はブリュッセルで行うこととなった。このような成りゆきは、点々とするサーカスと例えられる、欧州議会に似たものであり、環境団体からは、同じ首脳会議を開くのに、政治の都合で、ヨーロッパを飛行機で横断しておきながらに参加す排出削減を求めるのは偽善だという批判を受けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。